そうですね、僕、まあ、10代も初めの頃からね、すでに音楽、ドラム音楽で本当にこれで生きていこうという、すごい心の中で思ってたんですね。じゃあ、まあ具体化したのはやっぱりその、高校卒業して、まあ、田舎の方から札幌に行ったんですけども、そこで、まあ、バンドを実際こう、始めて、で、まあ、ドラムもちろんドラムですけども、すごいやっぱりライブもたくさんやって、やっぱりバンドってすごく楽しくてすげえなと思って、でやっぱり10代後半から、まあ、20歳ぐらいあたりはやっぱりいろいろまあかなり迷うところもありますね。真面目に就職した方がいいとか、いやでもやっぱり絶対就職するのもいいけど、これやんなきゃ後悔するなっていうのがありまして、やっぱ自分の中でいろいろ葛藤あったんですけども、まあ結局このバンドで確実にもう組めなくてもいいからバンドはやると決めたのはですね、やっぱり今のドハツ戦に加入してから、そのやっぱこれはついに来たかと言いますかね、決断の時が来たなとちょっと自分で思いまして、それでそれからもうそうですね、もう20年以上歩き続けてるわけですけども、いや本当に何て言うんですかね、あっという間にここまで来て、で途中まあいろいろ迷うところもありましたけども、やっぱりまあ結局今は正解だったと、すごい実感できるところに来てるんですよね。これはいや商業的に爆発的に成功してるとかそういうことじゃないんですけども、やっぱりこの僕らがやってきたことはこれやっぱり無駄じゃなかったと、本当にやっぱり意味のあることだったのかっていうのは最近本当に心の底からこう素直に思えるっていいますか、実感するに至ってるわけなんですよ。ですからこれからもね、間違いなく歩き続けますのは、まあ、もちろんなんですけど、たまにちょっとまあ休んだりもしますけども、その分また今度走ったりなんかして、まあいろいろと、ね、自分なりに人生楽しくやっていけたらなと思っています。